今日の河津町は雨がぱらつく時間帯もありましたが3連休の中日とあって大勢の観光客で賑わいました河津川沿いの遊歩道では河津桜のトンネルを散策し写真を撮る人の姿が多く見られました観光協会によりますと河津桜の見頃は来週と予想しているということです河津桜祭りは今月末まで開催されています